西田さんただいま。はんちゃん、あ、コラボもしてたの？そういうわけじゃない。たまたまかぶった。コラボはしてたまたまね。ハンちゃんもさ早いもんね、始めるの6時半とかさ、6時台多いよ。ハンちゃん5時45って何時起きも、なんかでもハンちゃんもいいよな、なんか5時ぐらいに起きてみたいな。なんか早起きだね、はんちゃん。でもさ、なんでそんな早く起きれんのって感じ。いや、なんかかんちゃんはそういつもどんぐらい寝るなんて言ったら結構遅いって言うと、なんかその寝るときに泊まっていに来たときに何時ぐらい寝るとって言えたら、でも結構遅いみたいな。でもさ、あれじゃない、朝ちゃんと起きてるならさ、なんかいいよね。私絶対うん、私はさっきお母さんに、あ、もともと朝小料するって言ってたから、朝小料する、もう起こしてみたいなこと言ってたのか分かんないけど、まあ、6時45分ぐらいに起こされて、けど眠たくてその時は起きなかった。7時に起きて結局ね。5時起きか。おはようございます。修学旅行とかそういう学校でのお泊まり会あった時に、なんか大抵なんか一番寝るの遅い人がめっちゃ起きるの早いみたいな。ハンターメンさん、ありがとうございます。です。なんかそういう泊まり系、その別学校ごとに、学校とは関係ないけど、泊まる時とかも起きるの遅いから、起きるの遅いからね、いつも最後だけど、なんでみんな逆にそんなね起きてるのみたいな。あ、たださん、そうだ。あれ、ここ、私、うん、ここ布団だいぶ前からね、あるけど。
サトシさんありがとうございます。眠い。おはようございます。それはんちゃんさ、一回配信で寝てたじゃん。まあ寝てたらしく、でもさ、あの5時から起きてショールームしてるならさ、そりゃ、ね、寝ちゃうよね。眠たいよ。30秒間止め、そうだよね、今日チャーハンブが、今日水曜、え今日水曜か、うん、私しないかも、ワンちゃん。でもなんか冷凍だったらいつでも食べれるしね。私のでもさ、リサキがさ、あのコメントしてくれてたじゃん、チャーハンの、チャーハンの投稿にコメント、いや美味しそう、リサキのまま作ってみたいな。そう、あ直であの時やったけど、なんかあれ、あのコメント書いた後に冷凍で作ったってこと知ってみたいな、によって、なんか、でも唐揚げ食べたい今、なんか唐揚げ食べたい。なんか唐揚げって、あのなんか私の家ではなんか謎に胸肉使われることも多いんですけど、私絶対桃の方が、でも桃の方が美味しいしね。なんか照り焼きとかもさ、胸じゃなくてさ、ももの方がさ、美味しいし。揚げ物、そう、揚げ物好き。とんかつとかも好き、私ドーナツも好き。なんか揚げ物って美味しいよね、なんか。サクサク。白米は食べる。
でもね、お正月なんかおばあちゃん家行くとなんか大体刺身が並んでるんですけど、私はあんま刺身が好きじゃないのでとんかつとかエビフライとか作ってもらって、それを私は食べてます。ナフグとかなんか出るらしいけど、それはもういとことか私以外の家族とかで食べるらしい。なるちゃんさん、ありがとうございます。お餅、あ、お餅もね今は食べてないけど、その昔ん小学生の時とかはあれだった。あの冬は毎日お餅食べてた。なんかね、刺身ね、あんま…でもハンちゃんは焼き魚もやしが刺身を食べるらしい。でもさ、なんか私もう私は焼き魚なら食べられるけどみたいな、全然ない。うん、確かに。とんかつロ…え、ロースかな、よくわかんないけどロースの方が食べれる美味しい気がする。私も普通にたくさんはいらない。そうなんですね、刺身はそのネギトロのそう、ネギトロのはなんかいとこがめっちゃマグロ好きで、あのジョイフル行った時に毎回頼みよる、それを。そう、でもね寿司屋行っても私は何も食べない。サイドかハンバーグ、なんか普通のメニューも欲しくない。なんかこういったあれなんだけど、なんか肉寿司的なさ、まああるけど、そういうカルビとかでもなんかそういうのじゃなくて焼肉がいいんだよね。なんか焼肉のタレで味付けした感じの牛肉をバーンって、そんな分厚いやつじゃなくていいかな。やばい、あれ焼肉行きたい、うん、焼肉行きたいな。ピザは食べれん、チーズが苦手。お母さんがサーモン酒いや、ごめん、なんか変な音鳴らしてた。でもさ、私ねとかマグロがめっちゃ好きで、最初いつマグロを食べて、あ、100人一どうやってやってたっけ私、こうやばい、昨日どうやってやってた、私超えてたか。で60人でもないってことだよね、これ別にこれどうやってなるの。
あにまだあ私はあれもさ、私エビ天食べる、あの寿司屋行ったらサポのキーマー時とばんよ、なんかさ100でも無理なのかな、ここら辺からつながってないと無理か。焼き鳥、私さ焼き鳥なんか私さよく食べる焼き鳥屋さんお持ち帰りのところなんだけど、そこは豚とかもあるから、そうじゃランキングをお呼びします。13位ネワレスさんありがとうございます。12位データラシックスさんありがとうございます。11位ブタブタさんありがとうございます。10位ピッシュさんありがとうございます。9位バイケンさんありがとうございます。8位ノッツさんありがとうございます。7位マさんありがとうございます。6位大地さんありがとうございます。5位ワンタンメンさんありがとうございます。4位ヤシタンさんありがとうございます。3位マウスさんありがとうございます。2位コーレル音楽さんありがとうございます。1位アオイちゃんさんありがとうございます。焼肉でベスト、焼肉ベストいいね、ありがとうございました。もう切るよ。